して何やられてるんですかお兄さん。いや腰が痛くて腰が痛くて今日も面倒ごと思って僕はやってきたんですけど。何あるんですか。これ見てください。これよいしょそれそれどう、どうこれ。それホームセンターで買ってきたなんか何あのマット木目表マット。これをどうするんですか。それをですね、はい、どうするのかもう分かるでしょ。言わなくても屋根に貼る。貼らねえよそんなの。屋根屋根あ屋根って天井張りってこと。そうそう。あのそれもおしゃれですね。めんどくさいからやらないよ。いやこのあなたが今座ってる、はい、その荷室なんですけど、はい、前シャコシャコ掃除したじゃないですか。綺麗やん。いやなんかね僕やっぱね納得いってないんですよ。なんで全然ベタベタしないし。いやいやでかといってですねあのランクルの純正のそのマットもう出てこないんですよ。出ないですね。出てこないんですよ。こことかも出ないですね。そう出てこないんですよ。ということで出ないものは自分じゃなくて小春ちゃんが作ればいいという発想。鉄板で作りましょう。え鉄板の方がいい。いやめんどくさい。ここ鉄板にしようと思ってんだけど。ここここここあここはなんか島板みたいなのにしたい。そうね島板か、うん、アルミの板か。そうここはこれ火使ったりできる。そうそうここはちょっと台として使いたいから後で金属を貼るとしてその荷室をですねその木目調マットを今日は敷きたいと思います。で僕が自分で切るともったいないことになるのでよく分かってます今言おうかなと思って、僕が作るんではなくてまず今日も作っていただくと。また洋さん買ってきたね台は小を借りるかと思って適当に買ってきた。どんだけ買ってきたんですか。何メートルか買ってきた家の床に貼るんじゃないですか加減してくださいよ加減。ほんならじゃあどこまで貼るんすかこれ。えそのここまで。いや多分長さ的にそのリアシートを跳ね上げたとこまでいけると思うんですよ。あでリアシートって多分それぞれ一箇所でロックされてると思うんでそこだけ穴開ければいけるのではないかと思われます。じゃあ頑張って。了解どうですかそこの後ろからちょうどここまででいいよね。うんそのラインですね。でここだけ穴開ければいいでしょ。うんそうやねそうだね。そうしよっか。形がめんどくさいなこれ。どうやってその形に切ればいいんですか。えこれ取ってで型取ればいいんじゃないですか。あとここからは適当な長さ。了解です。よいしょ。なんかいっぱい落ちてるしもうよし、よしやりますか。寒いんでちゃっちゃっとたぶんいつもいつもこんな遅い時間に持ってきてさ来るときってだいたい雪とか降っててさなんで暖かいときに来ないの。わざわざこの今年一番の寒さで何かまた何か勝手にいたずらでもしとこうかな。ピンク色あこれピンク色にしましょう。これピンク色いいね。後で勝手にピンク色にしといたら。あれモスケさんどこ行った。またサボってるし。あ、ちょっと持ってちょっとはい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 持って承知しました。しましたしましたよいしょ。くるくるしこう落としやつやね。くるくるしてよいしょ。裏表どっちもいいわ一緒の形。え大丈夫本当に左右対称。え左右非対称だったらあ、なんか違うでしょう。なんか俺確かに左右非対称って記憶があるのよこれだから左右非対称に切っちゃう。だからひっくり返してそうね同じ向きにしないと逆向きのものができちゃうでしょあれ気づいててよかったねこれあーってなるところだったよ。でここ何センチ余分に取る。
ちょっと測ってきます。測ってきましょう。あそこにメジャーの、そこの寄せ付きのところ、物差し、差し金がいっぱいあちこちに。13インチ。インチで言わんといてよ。13インチでやっぱあるじゃん。13インチだから、この定規が裏側が1センチだ。ここだったからさ、こっからここ13。何これ。だってあなたが使えって言った差し金がインチなんだもん。なもう一個あるじゃん。ちゃんとね、これはあれだって。そっちでやって。プラス 40? プラス40、プラス40。これ1マス2センチか。本当に定規どこいた。あ、片付けてきた。なんで使うのに、なんで片付けるかな。片付けてきた。で、インチ持ってくるとか、そういうオチはないよね。いえ、センチセンチ。だいたいインチの定規なんか置いとく方が悪いんだ。インチ作業、アメリカとかのさ、あ、アメ車のなんかでやるから。40センチ伸ばしてください。40。カッターじゃないの。え、うん、ハサミの方がいいような気がする。わかる。ちょっとやってみて。よいしょ。本当にいいんかな。ハサミの方がいいね。私にはその線に沿ってハサミで切るの難関なんですよ。これね、コツがあって、ハサミでこういう直線切るとき、はいはい、この切るとこばっか見てるとダメなんですよ。ああ、なるほど。先を見て。あ、先を見ろと。そうそう、先を見て切ると結構ね、綺麗に切れますよ。何でもそうですよね、やっぱ先を見ろと。そう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 。でこれとかガイド線があるから、ガイド線をうまいこと見ながらね。だから自分の場合下書き線書いたけど、どっちかっていうとこのガイド線メインで切ってきますよ。ここで慌てて戻していくとなみなみになっちゃうから。あ、そういうことね。ここを見て切っていくんですよ。ガイド線の方がまっすぐなんだから信用できるってことね。直線、どっちみち直線だし、こういう曲線はダメですけど、うん、ちゃんとした直線だったらもう普通に無理して修正しようとしずに、下に何も配線なんかエアのホースとか切らないでくださいね。モンスケさん、何来てください。やだやだよ。早く早く。マジそういう作業俺。そこ線の上だからね。何固まってるんですか。早くやってください。いや、スロー再生しなくていいから。いやスローにしなくていいから。ジョキジョキ行ったらいいの。ジョキジョキ勢いよく、躊躇するとダメですよ、これの。どう、ほらほら、シュシュシュ。あれ？あはははは。なんでこうなってんの。な、どこ見て切ってるの。ちょっと、なにこれ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 。いや、俺線の上切ったつもりなんだけど。あれ。ダメ。わざと？本気と書いてマジ。またドーンと。答え。いや、わざとでしょこれ。いや本気ですよ。いや、こんなとこにネタいらないから、ね。いや本気ですよ、僕常に本気ですから。じゃ
切れた切れましたか。切れましたよ。誰かさんのせいでこの辺ちょっと困るんですか。いや困るな。小原さん、なんだかんだ言って会ってないじゃないですか、これ。知らん、元の布が大きいんだ。元の布が大きいの、これ。そこは、勘でしょ。勘。いや、そういうね、微調整が難しいんですよ。多分僕がね、それやるとね、今度すんたらずになるんですよ。ていうか、リアルになりそうで、うん、やらせない方がいいと思う。さっきみたいにね、まあ一家で済むレベルじゃないことになると思います。今度はもう一回買ってこなあかんパターン。そう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 。どう？いい感じですね。なんか適当に切ってた感じの割にはぴったし来てますね。どのぐらいでいいか。そんな適当な感じで大丈夫なの？そこから始まってってこと？そう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 。それぽっとりじゃないですか。ぴったりですね。ぴったりじゃないですか。ぴったしですね。さすが小春さんですね。一発ですね。できた。なんかここ、あ、ここ形がちょっと違うんですね、これ。ちょっとそこ落ちてるんですよね。細いんだ、細いんだ、うん、どうします？それはやっぱ、ペロペロするよりはそこに合わせて切る。ちょっと、R つけた方がか。綺麗にまっすぐ切れる。なんで綺麗にまっすぐ切れるんですか。どうしたらまっすぐ切れるようになるんですか。まっすぐな心を持っているのです。清らかでまっすぐな心を。じゃあ僕まっすぐ切れるはずなんだけど、おかしいな。切りますか。いやいや、いや遠慮しておきます。それをはめるか。いや、よかったっす。本当はこれね、桃助の一人でできるもんネタにしようかと思ってたんですよ。できるんじゃないですか、これぐらいだったら、ね、いや、で、多分できたとは思うんですけど、あの、クオリティに違いが。まあ、エンブレムをね、ホットボンドで貼って。まだそれ、言うんですか。永遠のネタですよ。あれはいつ手直しするんですか。取れてから。取れてから。あ、どうですか、小春先輩。いいじゃないですか。ちょっとなんかおしゃれな感じになりましたよ。高級車。高級、高級っていうか、なんかちょっといい感じです。まあ、木フローリング的なのを引いてもいいんですけどね。でも考えたらこっちの方が、まあ本当は本物の木を引きたいんですけど、このだって木を本当に切ったらさ、あの R のついてるところとかめちゃくちゃ大変ですよね。そうそうそう。結局フラット出すために一段高くなっちゃうんで、下にベースにつく。そうですよね。やらないんで、どうしてもここに一段ランチはついちゃうんで、まあすっきりさせると思ったらこんでいいんじゃないですか。いいですか。いいじゃないですか。うん、いいじゃないですか。いいじゃないですか。僕の思い描いた通りのものができました。今回はここで寝れる。寝れますね、これだったら、ね、でも寒いと思うよ、この下が鉄板だから。この上にもあの布団を敷いて、どうですか。うん、狭い
狭い。そのこれ倒せばシート半投げれば、うん、車中泊もいけますよね。いけますけど、すでにこの温度でちょっと冷たい。まあ布団持ち込んで、あの電気カーペットとね、そうですね、布団持ち込んで、まあ寝袋で寝ればなんてことないと思います。そうですね、はい、ということで今日もありがとうございました。今日これ置いていくんでしょ。あ、そうそう、今日そう、これから車検なんで。車検か。はい、ならあとでその車検のオーダーを聞きますね。はい、はい、お願いします。色でやるんでしょ。色パワーアップしたいよね。パワーアップ、パそうですね。とりあえずでもあのまず優先事項はタイベル交換と、あとなぜかなくなってしまうおしゃ駅、あの満タンにしたのになぜかなくなってしまうおしゃ駅。あとでちょっと水入れて確認しましたよね。空っぽだからね、一滴も入ってないから。そうなんですよ、一番低いとこから漏れてるはず。そうなんですよ。ということで、じゃあまた次回もよろしくお願いします。そういえば変な、なんか監獄なんとか言ったらしいです、ね、監獄居酒屋面白かったっすよ。